やってきた。お新しい仲間が来たみたい。なぜピンポン押されただけで新しい仲間だと。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんだ、なに、二人ともゆかさん探しようやけどどういうこと。じゃあとりあえずさっちゃんとゆかさんで。暇だな。なんかあれをね、帽子かぶってなかったらよくわからんくなるね。お、イメチェン、ちょっと待っててね。さっちゃんイメチェン来た。お待たせなんか違う、なんか違うぞ。しかも茶髪になった別人みたい。なんだ、前髪短すぎんびっくりするんやけど。ん、これはそうよね、ゆうかさんよね。はい、じゃあ次はここの二人。では引き続いてさっちゃんのモノマネしまーす。ドキドキ。お、ラッキー似てるんかわからんぞ。あれ、トモコレと違ってね、声もないけん。あーあー、呼んだ、怖い怖い怖い。なに、ホラーやん。顔が。はい、それじゃあ出発しましょうか。よし、出発します。じゃあこの3人で行きましょう。さあ、それじゃあ宝箱のところへ行こうね。行くか。犬撫でたいな。ほどほどにしかも犬撫でたいなってトタキ系の格好をしとるゆうたさんが言うっていうね。280ゴールドゲット。お金大事。じゃね、武器と防具が欲しかったっていうのもあるんやけどね。まあでも、お金があれば買えるから。世界は美しい。私もそう思う。開ける。やっぱでかいのもちゃんとあるのか。お、革の消毒が入っていた。これは盗賊？ゆうかさん。はい。じゃあこれで、何色がいいか。青。紫。なんかちょっとこの紺色っぽいのがいいかな。はい、これで。ちょ、見た目がトタキキじゃなくなってしまった。あれやね、帽子なくなった途端にすげえ、いや、帽子はかぶってるけど、すげえボリュームがなくなる感じ。はい、おはよう。お、さっちゃんの部屋に行きたいな。お、行きますか。なんでみんなああいう怪しげな顔になるの。はい、それじゃあさっちゃんのところへ。ねえ、知ってる？なになに？実はゆうかってね。なんやなんや。そうなの？らしいよ。そんな一面があったなんて。泣けるー。何かいい話なんだね。お、好きレベルがアップ。理由はちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。連携大事。ほい、それじゃあちょ、お食事をしますか。お任せー。うお、二人が。さっちゃん、美味しかったことあった？なんか逆に何か美味しかったことあった？びっくりするぐらいね、ダメじゃねえか。はい、それじゃあ、お、水玉のコーデ。よし、じゃあ守備力アップしていきましょう。水玉のコーデを買ってきた。あ、これ可愛くない？いや、でもよし、やっぱ黄色かな。言うて格好、見た目はしずえさんにするんやけどね。しずえさんにしていくんやけどね。はい、じゃあゲームコーナーでルーレット。ミツバチの鎧をください。見た目は変わらんくっても、とりあえず守備力が、中身が上がるから来い。あ、これちょっと来そうじゃない？あ、来たー、ど真ん中ミツバチの鎧ゲット。やったね、景品ミツバチの鎧ゲット。あの狭いところに行ってよかった。はい、あゆな。じゃあこれで
じゃ茶色、茶色、あ、これ可愛くない？はい。ちょ、良すぎな感じじゃない？いいえ、大丈夫です。さあ、じゃあこれで出発しますか。はい、じゃあ向かいます。さあ次は、お、女性アイドルの服コーデを3種類集めよう。達成。あ、もうこの先はないのね。なるほど。ってことで、じゃあお城に入っていくことになるのかな。やってきたぜ、真面目な兵士田中裕二。爆笑問題。そういうこと。この先は最小城です。素性のわからない方はお通しできません。すみませんが、お戻りください。今は進めないようです。今は進めないようです。どういうことや。え、これはさ、どこからどう行くんやったっけ。え、行く場所なくない？行けんくない？素性のわからないことねえ、ちょっとどうしたらいいの、どうしたらいいのねえ。素性がわからないって言われたんだけど、町長さん、町長さんに言ってもダメかな。ねえねえ、お城に入りたいんだけど。ああ、平和だった最初の町が、王様になんて言おう。あ、あの旅人さん、私どうしたらいいんでしょう。あの、お城に入れるように手配をしていただけないでしょうか。あれ、私どうやってやったっけ前回。なんか別のルートがあったっけ。待って、完璧に忘れた。あ、こっちに行ってないか私。怪しい森、来てないねこっち。怪しい森？ここは？あれ？エルフが出るところ？もうすでにそんなとこまで来たっけ。行くかー。ゴーゴー。ペットが恋しい。なんで？なんでって言われてもね。早く宿屋に着きたいと言ってるんだ。おっ、傘。草むらに何かいる。なんだろう。調べますよね、そりゃ。お、子猫がいる。なでなで。心が癒された。いや、私も野良猫にはね、ついつい近寄っていきますけども。どっちに進む？んー、上に行こう。急がば急げ、とりあえずとにかく急げ。怪しい森とか言うけどさ、全然不気味な雰囲気じゃなくて、なんか綺麗よねここ。かわいい雰囲気がする。お、ゆうかにいいの見せたい。いいね。おはよう世界。さっちゃん強くなったぜ。やったやった。4人目の仲間はどの辺でやってくるんかな。次の宿屋ぐらい。急げー、日が暮れてきたぞ。大変だ。てかこれ思ったんやけどさ、口もついてるこの敵。お、さっちゃんの天然行動。油断をついた。でも逆にその天然行動がいい方向に動いてるよね。いつも思うけど。ねえ、あれなんか、顔をさ、取り戻した時に口も一緒に、あ、あれか、きなこの傘の下にあるんや。なるほど。なんかやけん、あの、目と口の間隔がめっちゃ広いの。鼻の下が伸びとるみたいな感じになったんやけど。上キノコのソテーいいね。美味しそう。普通にリアルに美味しそう。どっちに進む？じゃ次下に行こう。ジグザグに進んでいこう。ご飯が楽しみ。ご飯。よし。じゃあいい食材をね、いっぱい揃えつつエリアに向かうからね。お、ジャンプ切り。イェイ。ジャンプ切りね、結構 MP 使うんよね。お、罠に引っかかったぞ。アンコール。オッケー、ジャンプ切りではない。それはアンコールなの。まあアンコールなの。お、初めての好き行動アドバイス。避けて。ああ、気づくのが遅かった。でもポヤンって。あやのいいとこ見せたい。おお、めっちゃ張り切ってるね。イエイ。
緊張した。さあ、そろそろ宿屋に着くんじゃないかな。レッツゴー。それ新しい服だよね。なかなかいいんじゃない。へへー、いいでしょう。服を褒められて嬉しそう。いいね、いいね。いいね、いいね。お、宿屋に到着。ミートピアの料理を10種類集めよう、達成。お、もうそんなに集まったか。お、やってきた。お、新しい仲間が来たみたい。なぜピンポン押されただけで新しい仲間だと。訪ねてきてる、訪ねてきてる。いいね。僧侶キャンディー、なんかその辺の木追ってきたみたいな感じだね。つえ。はぁ、はぁ、やっと着いた。遅くなってごめんね。僧侶のキャンディーだよ。精一杯頑張ります。キャンディーが仲間に入った。助かります。回復系助かります。はい、それじゃキャンディーさん、ゆうかさんと同じ部屋に入りましょう。そしてさあ、料理をお任せで、どうぞ。うわ、飛んだ、めっちゃ飛んだ。超美味しかったんやね。よかったよかった。4人になると一気になくなるね、なんか料理が。はい、それじゃあお小遣い。お、早速防具。朝の衣が欲しいみたい。よし、買っておいで。朝の衣を買ってきた。いいね、いいね。じゃあこれで、はい、水色に。そしてゆうかさん、アウトドアの装束。アウトドア、めっちゃなんか楽しむ気満々みたいな。あ、ちゃんと買ってきたね。だってもうなんかこれキャンプに行きそうやもん。めっちゃキャンプ行きそうな感じの格好やもん。かわいい。戦いの格好じゃない気がするよね。はい、そしてアイラの武器、ピンクリボンの剣。いいね。武器も色とか選べたらいいのにな。もうピンクってついてるもんね、これ。はい、持っておきましょう。じゃあこれで、あとはゲームコーナーでルーレットを回して、ギンガムコーデが欲しいです。お願いします。ギンガムコーデ。あ、通り過ぎますよね。 MP 飴1個や。MP 飴が当たった時にはサングラス外さないのね。MP 飴を1個ゲット。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これで一応、まあ、第1弾の仲間第1弾の最初の初期の4人は揃ったわけだね。これからどうなっていくか、そしてお城に入りたいです。